んにちは。サンドの笹よりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回はアバタロー戦隊ドンブラザーズの情報解禁を受けた全体いろいろ集計の第2弾ということで、前回と同じくスーツカラーに焦点を当て、リーダー及び番手順とカラーの関係、そして女性戦士のカラーについてお話しします。それでは行ってみましょう。リーダーと2番手の話、全体の色構成に様々なパターンがあることは前回の動画でご覧いただいた通りですが、現行のゼンカイジャーで破られるまで実に44作にわたって堅守されてきた法則として、作品のセンターは必ずレッドというものがありました。それゆえに作中におけるチームリーダーもおのずとレッドであることが多いのですが、たまにレッド以外のメンバーがリーダーを務める作品もあったことは皆さんよくご存知でしょう。そこでレッドがリーダーの作品とレッド以外がリーダーの作品、それぞれいくつあるか数えてみようかと思ったんですが、中にはゴセイジャーのように明確なリーダーはいないと明言されている作品もありますし、そうでなくともリーダーがいるのかいないのか何とも判断しづらい作品もちらほらあるので、ひとまずレッド以外のメンバーが明確にリーダーとされている作品だけを数えてみましょう。すると、忍者ホワイト、メガブラック、タイムピンク、暴れブラック、デカブルー、マジグリーン、激イエロー、そしてホワイト枠のゼンカイザーの8作品が当てはまるので、レッド以外のリーダーがいる率は 17.4% ということになります。これ以外の作品はレッドがリーダーだったり、リーダー不在でもなんとなくレッドがみんなを引っ張っていたりするわけですね。まあそれを言うなら、レッド以外がリーダーとされている作品でも結局戦いの中心にいるのはレッドというのはゼンカイザーまで変わりませんでしたし、ドンブラザーズもまたレッド主役に戻っているので、今後もそうそう揺らぐことはないでしょう。またこの手の話でたまに話題に上るのが色ごとの番手順の話です。これは名乗りの順番やオープニングなどでキャラが紹介される順番のことであり、リーダーやサブリーダーといった作中での立ち位置に関わらずメタ的に決まるのが特徴ですね。例えばタイムレンジャーでは戦術のようにピンクがリーダーですが、それとは関係なく、またタイムジェットやボルユニットのナンバリングはレッド、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの順ですが、それすらも関係なく、キャラとしての番手順はレッド、ピンク、ブルー、イエロー、グリーンとなっていました。まあこれはかなり特殊なケースですけどね。さて、この番手順における1番手すなわち主役はキラメイジャーまでは例外なくレッドであり、ゼンカイジャーで初めてホワイト枠のゼンカイザーが主役イコール1番手となりましたが、では2番手に来るのはどの色が一番多いのかというのが皆さん気になるところでしょう。ドンブラザーズの番手順はまだはっきりしないので、ひとまずゼンカイジャーまでの45作に関してのみ集計してみると、結論としては2番手になることが最も多いのはブルーでした。ゴレンジャー、ジャッカー、バトルフィーバー、デンジマン、サンバルカン、ファイブマン、カーレンジャー、555、ハリケンジャー、アバレンジャー、デカレンジャー、ゴーオンジャー、シンケンジャー、ゴーカイジャー、ゴーバスターズ、特急ジャー、ニンニンジャー、獣王ジャー、そしてルパンレンジャー、リュウソウジャーで実に20作 44.4% の作品が該当します。ブルーはレッドと並ぶ解禁カラーであるのみならず、序列でも優遇されることの多い色なんですね。次に多いのはブラックで、ゴーグル5、ダイナマン、チェンジマン、マスクマン、ターボレンジャー、ジェットマン、獣レンジャー、メガレンジャー、冒険ジャー、恐竜ジャーの10作が該当し、出現率は 22.2%。 特に80年代から90年代の作品ではブラックがいる場合はサブリーダーとして2番手を務めるというケースが多かったですね。その2番手としてのブラックと互換される形でグリーンが2番手を務めるケースはバイオマン、フラッシュマン、ダイレンジャー、オーレンジャー、銀河マンがあり、これにパトレンジャーを加えて6作が該当、出現率は 13.3% となります。それからイエローが2番手のケースはライブマン、ガオレンジャー、マジレンジャー、激レンジャー、キラメイジャーの5作で 11.1%。 珍しいところではピンクが2番手のケースが先日のタイムレンジャーのほかゴセイジャーも当てはまり2作品で 4.4%。 ホワイトが2番手なのは確
クレンジャーの一作。オレンジが2番手なのはキューレンジャーの一作となっています。そして戦術のようにデンカイジャーでは初めてレッドが2番手に回ることとなりました。まあこの番手順というのも結構ファンの間で意見が分かれるところで、バトルフィーバーの2番手はバトルフランスではなくバトルコサックという見解も根強いですし、2番手の話からはそれますが、カクレンジャーはイエローとブルーのどちらが3番手でどちらが4番手かいまいち定まりきれない印象もありますね。ヒロインの人数とカラー、続いて戦隊に欠かせない女性戦士について見てみましょう。女性メンバー不在の戦隊はサンバルカンだけというのはよく知られていると思いますが、女性が一人だけの戦隊はゴレンジャーを筆頭に最新のドンブラザーズまで幅広く23作品でちょうど 50.0% が該当します。なおルパパとは各戦隊単位では高1点と考えて、こちらに含めれば24作品で 52.2% ですね。一方、女性メンバーが2人の戦隊は、バイオマンに始まり、キラメイジャーまでで21作品、45.7% が該当。ルパパとは作品単位でダブルヒロインと考えて、こちらに入れれば、22作品で 47.8% となります。この通り、高1点の作品と高2点の作品で、おおむね半々のバランスになっているのがわかります。どちらのパターンでも合計が 100% にならないのは、サンバル感があるからですね。恐竜ジャーは基本的には恐竜ピンクが高1点ですが、弥生ちゃんも合わせてダブルヒロインという意見も根強いので、高1点5点戦隊とでも言いましょうか。ここで女性戦士のカラー構成について見ると、まずピンク1人というパターンは、ゴレンジャー、ジャッカー、バトルフィーバー、デンジマン、ゴーグル5、ダイナマン、ターボレンジャー、ジューレンジャー、ダイレンジャー、ギンガマン、ゴーゴー5、タイムレンジャー、恐竜ジャー、竜装ジャー、ゼンカイジャーの15作品で 32.6%。チーム単位で見るとパトレンジャーもここですね。高1点戦隊だと他にブルー1人のパターンがライブマンとハリケンジャーの2作で 4.3%、 ホワイト1人のパターンがカクレンジャー、ガオレンジャーの2作で 4.3%、 イエロー1人のパターンがアバレンジャー、激レンジャー、ゴーバスターズ、そしてドンブラザーズの4作で 8.7% となっていますね。ルパンレンジャーも単独で見るとイエロー1人のパターンです。ダブルヒロインでは、イエローとピンクという組み合わせがダントツで多く、バイオマン、フラッシュマン、マスクマン、ファイブマン、オーレンジャー、カーレンジャー、メガレンジャー、デカレンジャー、冒険ジャー、真剣ジャー、ゴセイジャー、ゴーカイジャー、特急ジャー、そして変則的にルパパとも入れて14作品で 30.4% となります。それ以外のダブルヒロインの組み合わせとしては、マジレンジャーはブルーとピンク、チェンジマンとニンニンジャーはホワイトとピンク、ジェットマンと獣王ジャーはホワイトとブルー、そしてゴーオンジャーはイエローとシルバー、キューレンジャーとキラメイジャーはグリーンとピンクというパターンになっています。グリーンの女性戦士はニンニンジャーの OV での試作的導入を経て、変則戦隊のキューレンジャーで再テストを行い、そしてキラメイジャーで満を持してレギュラーパターンとして打ち出してきた感があるので、今後もたびたび出てきそうな気がしますね。最後に女性戦士の変身後のスーツのデザインをちょっと見てみると、スカートタイプが35作73.9% と圧倒的に多く、バイオマンなどで使われたレオタードタイプは4作品で 8.7%、 そして男性メンバーと変わらないズボンタイプは5作品で 10.9% となっています。マジーヌちゃんはスカートとかズボンとかいう話でもないので外しました。個人的にはやっぱりスカートが一番可愛らしくていい気がするんですけどね。ということで今回は戦隊いろいろ集計の第2弾をお送りしました。この他にも戦隊名のパターンやメカ関連など集計したい事柄はたくさんあるので、近々第3弾以降も出そうと思います。他にはどんな集計が見てみたいか、皆さんもぜひコメント欄で教えてください。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮趣旨パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらも良ければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。